ニュースピックスの池田です。ニュースピックスの有水です。鳥の声がすごいね。すごいですね。今日はこれ何の動画ですか？歩く完全版。完全版、はい。もう本当最後まで見てください。全員が生まれた時に備えているもう機能。 Most people taking too big of steps。 一瞬見ました。ほら、そうだろ。目的に縛られるっていうのは現代人だけですよ。でかいでかい。こういう道を2万歩だよ。おお。あ、つる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 。姿勢改善。はいはいはい。はい、リボベアフットというですね、はい、これはまあまたイギリスの、シューズブランドで、ここのまあジャパンの代表の方ですね、うん、もうほぼ裸足に近い形で日々歩きたい、うん、歩いた方がいいで、それはなぜなのかっていう、まあ、裸足をサイエンスしている人たちです ね。人間実は昔はその裸足でかつ自然の中を歩いていた時期の方が長いわけですよね。ちょっとそれを体験してみたいなということで、小峰さんに今日ちょっと特別にガイドをお願いしてやってまいりました。よろしくお願いします。ありがとうございます。もしかして私靴履いてるのまずい？そうですね。これなんですか？これ、いや、まさか山ロケすると思ってなかったので、いいシューズだと思いますまずはシューズ履いて、はい、行きましょう。はい、はい、やっぱこの土の上歩くの気持ちいいですね。いや、本当なんですよ。今の現代の当たり前のように履いてる僕たちの靴には、はい、機能性っていうのが機能性備わってるってことなんですよね。なるほどなるほど。でそこの前提がやっぱりこうあるかないかってすごく大事だと思っていて、まあ、つまりこう、まあ、車に例えれば、はい、自分たちの足がもう全ての移動が全てこう動力になって、うん、車になって、はいはい、本当に僕らがこう足を使わないで 100% 移動するようになったとした時に想像つくと思うんですけど、うんうんうん、多分きっともう歩ける、はい、体じゃなくなっていくと思うんですよ。それを何年も続けていた、はい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 、足の筋肉も弱まっていくし、はい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 、現代の靴は実は知らぬ間にいろんな機能が搭載されていて、そうです、裏を返せば、はい、結構体使ってませんよ実は。そういうことですね。なるほど。今日滑りやすいですよね、はい、でこの滑りやすいっていうのも裸足になった方がもっと分かるんです。あ、なるほど。だから滑るかどうかが分かるか分からないか大事だじゃないですか。あ、だから見た目じゃないんですよ。触れた瞬間皮膚から、あ、これ滑るなって分かったら、はい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 、そういうふうに体って実はだから足の裏がセンサーなので、そうです、すぐに気づいて対応しやすい。対応しやすい。本当かな。もうね、頭じゃなくて体が。それは運動神経じゃないですか？運動神経じゃない。じゃないんだ。じゃない。もう僕らが全員が生まれた時に、はい、備えているもう機能とかもう能力なので、うん、もうその人間のその進化としてそういう設計になってる。なってます、ね。うん、足の裏って筋肉があるんですね。もう足の裏は、まあ、足の裏は実は体のパーツの中でも一番筋肉があるパーツですよ。はい、足の裏？はい、そうです。大きな筋肉がたくさんあるパーツが、まあ、いわゆるこういう太ももだったりとか、はいはいはい、あとはこうふくらはぎもそうですね、うんうんうん、だけど足の裏っていうのは細かい筋肉の集合体なんですよ。うん、だから筋肉の種類っていうのも一番こう手と足の裏が一番あって、そういった筋肉のバランス、それがすごい大事です、うん、正しいなよ。じゃあここでみんなで話にここでなっちゃいます。乗りましょう。はい、はい、え、私も？あ、私ももちろんもちろん私もでしょう。よっか。あ、はい、冷たね。こうどうです、もう裸足になるとちょっともうすでにこの土の感じとか、こんな濡れしたんだっていうのがまずびっちゃびちゃよこれ。そういや本当そんなね、靴だとそんな気にしないでしょこれ。そうびっちゃびちゃですよ本当に。例えば今この草を踏んでるんですけど、うん、この草の一本一本まで足の裏で感じれるし、ちょっとしたこのデコボコも感じれるっていう。そう、こんな痛いの根っこって。そう、カッと、ね、いったでじゃあ例えばこういう根っこがありますよね、うん、こういう根っこを踏んだ時、足っていうのはもう触れた瞬間こういう風に形状沿うんですね。こうやって触れると、うん、こうやって26本骨があって。26本って言いました？26本です、ね、26本骨がある。骨があります。ここはもう本当に骨の細かい骨の集合体。それだけこう手と同じで関節がたくさんあるんですね。で関節がたくさんあることによって、さらにこの皮膚の裏にあるたくさんのセンサー、うん、受容感覚器のおかげでこの形状を全部把握します、うん、でそれにもうこうやって形状に沿うようにこういうふうに立てると、うん、はいはいはい、でこういうふうに立ってる時って実はほとんど力使ってないんですよ、うん、もうこの上でリラックスしたまま歩けます。
それは小峰さんだからやってみてください、ね、全然で振りじゃないからねあ、はい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 、もう足の裏勝手に掴みませんか。そうですね、はい、指でなんか転ばないように挟んじゃいますね。そうです、今ちょうどアリミデさんいいシューズを履かれてるのでどうなるか。待って、これあの保育園児がやるあの平均台みたいな。やっぱりどうしても足元グラグラしちゃう、はいはいはい、それはやっぱりそのこの関節が、しっかりとこう形状に合わせるような動きをしてくれないんですよね。フラットだからやっぱ、うん、はいはいはい、なんかこうで多分たくさん力使ってますよね、この上で。いやいや、でも怖いですよまあ要は土台がグラグラしてる部分を、うんうん、その上の体の太い筋肉たちがたくさんこう支えようとするんですよ、うんうん、じゃあアレンさん、はい、裸足になっちゃいますか。いやー、裸足にもう何十年なってるでしょなってないよっ、あ意外と濡れてない濡れてます ねこれ何のロケなんだアレンさん、じゃあ、はい、さっきと同じように、同じようにこの根っこの上を歩いてみてください、うん、あ確かに、うん、ここに力は入ってない。もうだってほら、もう足がぐらい面で設置してんですよ、うん、今の一瞬見ました。ほら指がさ、ここをグッて掴んでしょ、自然に、うん、でどうです、もうすでにこう滑るの分かりますよね。はい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 、はい、なんでこういうところはやっぱりこう滑るんで、おー、っゆっくり行った方がいいですよね。ちょっと滑るのが逆に楽しいぞ、これ。こんなに滑るの楽しいんですけど、アミさんどうですか大丈夫ですかもうね、確かにでも滑るけど、うん、でもさっきの靴履いてた時に比べると、うん、なんだろう、総ずれに比べて逆に滑んないんですよ、うんうん、なんか説明が難しいんですけど、はいはい、うん、なんか裸足だとよりなんか自分の姿勢が良くなってる気がする。そうなんです、気がする、うん、ああ視覚でだいたい滑りそうとか、こうなりそうっていうのを考えながら歩いてたんですけど、うん、なんかその視覚情報と足からのこうインプットが、うん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 、合致してる感覚、うん、合ってます。もう今もう今日一のしっかりもう感じてもらえて本当に嬉しい。なんか自然と無理しないですね、まず。そうなんです、そうなんです、うん、でこれって普通に靴履いちゃうとこってどんどん行くと思うんですよ。そうこれ何も感じないから。そうでもこれって痛くてそんな歩き方できないから。できない。すごいこういうところとかもそうですけど、膝が勝手に曲がりません？こうやって曲がる。だからなんかこう全身が足元を通して全身が連動して、本当に全身がサスペンションのように動くんですよ。ね、すごいよ人体。じゃあアルミさんが忘れないで。確かになんか姿勢が変わる気はしますよね。ちょっとぎこちないよ、でも歩き方が。いや、まあ、足汚れたくないとか思ってるでしょ。足汚れないのが来る、ね。いや、そうですよ。まだね、まだあの何の動画なんだってまだ思ってる。なんだろうな。いろいろ普段からもう仕事のこと考えたりああだこうだしてますけど、うん、なんか必然的になんか足の裏のこと考えて歩きますね、うん、これね、うん、ちょっと痛くなずっとそれに集中するから、なんかあんまり頭の中でいろんなこと考えるみたいなジャグリングが起きないというか。それはそうですね、うん、確かにあるかも、うん、すげえ、ほらやっぱ住んでるって。すげえ身軽。じゃあみんなで履いて、はい、最後にじゃあベアシューズで履いていきましょう、はい、足の裏の筋肉痛とかあるんですか。ありますよ。あ、なんかそれ来る気がする、うん、冷たいみたいな感じがもうないですね、うん、これだとね、うんうんうん、もう一個それで情報遮断してる感じ。アリミさんどうですか。そう、あ、なんか安心しました皆さん裸足じゃなくて靴から始めましょう行きましょうか。はい、そうですね、これちょっと歩いてみて、はい、うん、はい、じゃあちょっとここで裸足を強くするなんかエクササイズがあると聞いたので、はいはいはい、よろしくお願いします。お願いします。まず僕たちの足っていうのをちょっと見てもらいたいんですけど、はい、こう比べた時にこの親指が全然違う、すごくまっすぐに僕のもなっていて、アリミデさん少し、内側に入ってるのと、うん、くっついちゃってますよね。くっついてますね、はい、ちょっとグッて踏んでもらっていいですか。グッて入ると余計こっちに内側に入ってきますよね。僕がグッてやった時にこのまま
まっすぐこういうふうに地面をつかむことができる。で本来は僕たちの、はい、足指っていうのはこの動きができるんです。あ、全然ちょっと待って、でも、うん、やるとこうやって内に入っちゃいますよね。それは、ここにある母趾外転筋っていう筋肉触らせてもらいます、うん、ここちょっとやると指が、はいはい、親指動きますね。動きます。この筋肉が、しっかりついてくれば指はこうやってまっすぐなって、こっちの小趾外転筋っていう筋肉がもっともっとつけばこれもこういうふうに開くことができます。今こうやって、できてない状態だと、うん、普通に立っている時の重心が少し前に寄りがちになるんですよ。それが、母子球とか小子球側にしっかり踏めるように変わってくるので、うん、少し自分たちの重心点が後ろになるくなります、うん、それが、結果的に、僕たちの姿勢改善、はい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 、まずは、こう肩幅にこう立ってもらいます。ちょっと僕みたいにまっすぐにしてもらっていいですか。まずまっすぐ、はい、まっすぐ立ちます、はいはい、全部の指を一旦上げます。目いっぱい上げてください。上げる、上げる、で開く、開く、はい。そしたら今度は開いた状態で親指だけ地面をゆっくりタッチしてください。親指だけをタッチする。親指だけをタッチちょっと待って、え、難しいですよね。できない。あ、つる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 、はい、でこの時コツがあります、はい、こうやって今親指を下げた時に自然と指のこっち側でタッチしてませんか。いや、なっちゃいますね。なっちゃいますね、こっち側に、うん、こっち側が先につくようにタッチしてください。つるつるつるですよね。もうこれだけでつるんですよこれだけ。実はここはつりそうですよね、はい、この開く母趾外転筋っていう筋肉を中心にしたこの、測定筋を今エクササイズしてます、で今2回だけでもものすごくつりそうになってると思うんで、なってます、なってます。これだけやっぱり筋力が弱い、だいたいこれを、5回こう上げて1上げて2上げて3上げて4上げて5です、はいはい、で次は小指側ですね。でこれもまずは全部上げます。上げます、はい、上げて今度は小指側からつけてゆっくり親指を残して最後は母子球をギュッと寄せるような動きをしてもらいます5回繰り返します。小指からずっと人差し指まで親指を残して地面を踏んで、で最後に母子球をギュッと小指からしっかり踏んでギュッギュッ、そうです。ちょっとできたんじゃないですか。はい、もうできてます。すごい感じ。ありがとうございました。ありがとうございます。ゴールでーす。ありがとうございました。おいや、気持ちいい、はい、まあでもちょっと足のことが少し分かった気がします。お、よかった、はい、姿勢とか、うん、そういう腰の不具合とか肩が重いとかっていうのは本当にこう多くの人が出てきてる、うん、僕もその一人ですけど、それは本当に徐々に徐々に変わってくると思うので、はいはい、足の裏です狩猟採集、うん、まあ、狩猟採集民時代から、うん、私たちのその体の設計っていうのは変わってないわけですよ。2万年前ぐらいから変わってない。いやいやいや、20万年でしょ20万年前から変わってない、まあ、もっと言うと700万年ぐらいなんですけどから変わってない。変わってない。でその頃っていうのは、まあ、まあ二足歩行から人類の歴史が始まったわけで、うん、まあ、なんかその頃は2万歩歩いてたとかって言うんだけど、まあ、どういう歩き方だったのかとかっていうのをやっぱり少しでも理解しないとこの特集書けないなと思って、うんうん、まあ、全然違ったよね全然違いましたね。全然違った、全然違った。ガイドの成田さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。とりあえずこの林道をね、もうちょっと奥まで山奥に入ってって、林道ってもう道みたいじゃなくなっちゃってるけどちょっととはいえね、ちょっと想像以上の場所なんですけど、これ今日何を、なんかあるものを、あるものを、何を取るってそんなに多分考えてなくて、まあそうですよね、うん、基本的にお腹減ってたんでしょ、はいはいはい、昔は。そうですよね。なんで何を食べるじゃなくて食えるものを食う、食えるものを探して練り歩くと。基本的にはそういうことだと思いますね、うん、はい、分かりました、うん。これでもあんまり別にゴールがあるわけじゃなく、本当食べ物がありそうなところまで歩くって感じなんですよね。そう特段ゴールはない
山は入ることありますけど、ゴールないっていうのはちょっと未経験すぎて不思議な感じがしますね。やっぱ目的に縛られてるのは現代人だけですよ。なるほど。ただ行って食べ物があってのんびりできればそれだけで十分です、はい、うん。これみんな食えるんだけどね。これですか、うん、これなんですか。うどんの葉っぱ。おお、うん。新芽の部分今でもまだ食える。そんな食べれるんですか。うん、大きくなっちゃってるけど。え、そのまま食べるんですか。食べれるよ。あ、うどんの味するよ。柔らかいし。お、うどんでしょ。天ぷらとかでしか。そうそうそう、天ぷらにしたらもっと、うん、もうちょっとあ若干アクがあるよね。そうですね、うん、アクっていうんですね、これ苦いです。うん、苦味があるよね。お、これでも根っこはこの白いとこ、はい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 、ここが食える。でよくお店でスーパーで売ってるウドはここを土かけて暗いとこで育てるから白いとこがたくさんあるでしょ。うん、野生のやつは白いとこはこんだけしかない。ここが一番おいしい。ここが一番おいしい。生でも食える。生でも食えるとかいらないですよ。やってみたらいい。だってそういう番組でしょ。別に普通に食えるよ。ちょっと有水さんも食べたら。まあまあちょっとだから。このまま。うん。待って、それウドじゃない。違う。危ねえ、危ねえ。根っこ以外は食べれないんですか、そもそも。どこだって食えますよ。うん。うん、火通せば。ああ、ここは火通さなくても。通さなくても食える。あ、なくなっちゃった。ガリガリするだけ。いただきます。あ、すごい歯ごたえ。ちょっと繊維が硬いから。筋がすごいですね。うん、でもウドでしょ。うん、ちょっと大根っぽい。そうそうそう、うん、まあ栄養はどんだけあるのかよくは知らないけど。これもみんな好きだから。はいはい、うん、フキノトウの花が枯れるとこの葉っぱが出てくる、はいはい、うん、ここしか見たことないです。そうですよね、ここ切って売ってるからスーパーでこういう風に。そうですね、そうですね。いただきます。あ、苦っ。あ、でも苦いね。なんか加工したものしか食べたことないことがちょっとバレますね、これ。じゃあちょっと竿出してみようかな。あ、もうこの辺で、うん、イワナは、イワナが取れる水が深いところにいる。そうそうそう、基本的にはこの辺でも深いとこは、あの辺が深い。あっちの方、うん、シロ採集って言っても、はい、ね、手づかみで現代がやるわけじゃないから、うん、あの私はフライフィッシングっていう方法を、はい、魚っていう自然と戯れるのに一番いい。戯れるっていう概念がいまいちピンときてないんですよ。ピンときてないですよね。はい、わかんねえかな。見える毛針が。いや、見えないです全然。どこについてるんですか、これ。ほら、魚が今食おうとした。ピンクの毛針見てて。先っちょについてるんですか。うん。お、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 おー、あ、ほら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 。Just take a big breath. When you land, you're able to land soft.